鶏卵、ゆで卵ゆで卵は卵料理の一つ。鳥類の卵、特に鶏卵を殻のまま茹でて凝固させた食品。かつては、腕で卵と呼ぶ地域が存在した。近畿地方では固く茹でた卵を、煮抜き卵や、煮抜きとも呼ぶ。ゆで卵柄を割らない状態で、鶏卵やうずらの卵などを鍋に入れて、火にかけて沸騰させ、3から16分程度茹でて作る。 茹で時間により半熟卵、完熟卵に大別され、半熟にも黄身の状態で、幅がある。茹で上がった後、卵の殻を剥き、食塩、胡椒マヨネーズケチャップカレーソース、タバスコなどをつけて、食したり、他の料理の材料とする。または、腸部など一箇所だけを剥き、エッグスタンドに立てて、スプーンで中をえぐって食べる方法もある。二部端に、気質がある。 穴開け期産卵直後の新鮮な卵では、普通に茹でた場合、卵白に含まれる二酸化炭素の作用によって、薄皮が非常に剥きにくく、きれいに剥がすのは至難である。また、二酸化炭素が入ったままの白身はボソボソとした食感になり、味も落ちる。対策としては、卵の丸い方にひびを入れてから茹でる方法が効果的である。 新鮮な卵を大量に入荷する店では、入荷から少し時間を置いて、鮮度を若干落としたものを茹で卵に用いることが多い。沸騰してから入れると、中身が膨張し、内圧で殻が破裂しやすいので、水から茹でる。気質に針で圧力抜きの小穴を開けると、割れが防げる。中身が出た時に固まりやすいように食塩を水に入れる、こともある。 卵が冷蔵してある場合は、冷たいまま入れた方が、後から剥きやすい。黄身の偏りを防ぎたい場合は、時々、卵を動かすと良い。茹で時間が長すぎると、硫化水素が発生し、黄身が変色したり、異黄臭くなる。これを防ぐため、茹で時間を長くても10分以内に抑え、茹で上がった卵はすぐに、冷水で冷やす。水の中で揉むようにして、殻に、 細かくひびを入れると、より簡単に剥くことができる。熱いうちに濃い目の塩水や、調味液につけると、冷める過程で味が染み、味付け卵を簡単に作ることができる。ゆで卵調理専用の機器として卵ゆで機がある。また、気室に圧力抜きの穴を開けるための卵用穴開け機が、市販されている。高温で時間をかけて茹でた場合、 白身から発生した硫化水素と黄身の鉄分とが加合して黄身の外端が国力色となる。これは健康には害がないとされる。また、鍋底に接していた部分が高温で茶褐色に変色し、洋焼けを起こす場合がある。さらに加熱時間を長くすると白身全体が褐色を帯び、硫化水素臭が強くなるとともに味も落ちる。卵と卵が 十分没する量の水を入れた器を電子レンジにかけてゆで卵を作る方法は卵が爆発するとともに水が突発するので絶対にやってはならない。また冷蔵庫から取り出したばかりの冷たい卵を急激に加熱するとやはり破裂することがある。また殻を剥いた調理済みのゆで卵であっても電子レンジによって再加熱すると爆発することがある。 熱を加えているため、ゆで卵の方が生卵よりも保存が効くと考えるものもいるが、生卵に含まれる酵素の一つであるリゾチームが、熱により破壊されるため、同条件下では、ゆで卵の方が早く腐敗する。ゆで時間による、黄身の状態ゆでる、時間の加減により、黄身に火が半分通った、半熟卵、完全に火が通った片茹で卵に分類できる。 水から茹でる場合、水の量や火力、気温によって、温度の上がり方が変わるためにタイミングを見極めるのが難しいが、調理時間はやや短くなり、卵が割れる、危険性も少ない。一方、沸騰させてから卵を入れた場合、これらのメリットはなく、なるが、好みの硬さに仕上げるための時間管理が楽になる。このために、エッグメーターと呼ばれる一種の温度計を一緒に茹でる。 方法がある。また、常に、一定の時間で仕上げるために、卵は摂氏80度程度で白身と黄身が共に固まる、ことを利用し、多めのお湯を、あらかじめ沸騰させておき、そこに卵を入れて蓋をして、あとは熱を加えずに放置する方法もある。卵が、常温の場合、6分前後で半熟に、10分前後で、片茹で卵になる。温泉卵また、 湯を沸騰させずに、摂氏70度前後の比較的低温を保って、数十分茹でると、黄身と白身の凝固温度の違いから、白身は固まらず黄身だけが固まる特殊な状態になる。これは、温泉卵と呼ばれ、広い意味での茹で卵の一種である。なお、フランスでは殻付きの半熟卵と殻付きでない、半熟卵に分ける。 おでんのゆで卵をスコッチエッグポーランド料理で非常に好まれる。またユダヤ教の杉越祭りでは必ず供されるしきたりである。その他、みじん切りにしたゆで卵はマヨネーズとの相性も良く、サンドイッチの具やタルタルソースの材料にすることがある。メディアを再生する卵を回転させると、1、ゆで卵を次第に起き上がる。2、生卵から起き上がらない。 生卵の回転を短時間止めた際の減少も支援誕。ありがとうございます。